皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介しますのはルクレ三軒茶屋。三軒茶屋駅まで徒歩3分の2008年1月地区の鉄筋コンクリート造のマンションです。初期費用なんですけれども500円、ワンコインで契約できるお部屋を見つけました。さらにご制約のお客様にAmazon ギフト3万円分プレゼント。後ほどホワイトボードを使って初期費用の内訳をご説明いたしますので、皆様お楽しみにお待ちくださいませ。このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件をですね、 YouTube 上で最速でご紹介していきたいという考えのもと、多少雑な編集になってしまっている点ありますけれども、そこはご愛嬌で皆様お楽しみいただければと思います。はい、現在募集中のお部屋は 1K のタイプで、23平米から 24.17 平米まで、また10万2000円から10万3000円のお部屋が募集中です。10月24日現在2部屋募集中です。はい、キッチン部分を見ていきましょう。全体的に明るい作りとなっていますね。はい、二口ガスコンロのシステムキッチン、赤色が映えますね。はい、収納部分見ています。あとはグリルと、はい、調味料を入れるところですかね。はい、それでは動画後半を見ていきましょう。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋は世田谷区の三軒茶屋駅まで徒歩3分のルクレ三軒茶屋です。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、ルクレ三軒茶屋、あいにく雨が降っていましたけれども、エントランスを見ていきましょう。ルクレ三軒茶屋です。扉を開けますとメールボックスですね。こちらは宅配ボックスですね。はい、おしゃれな感じです。オートロックです。はい、それではホワイトボードを使って初期費用のご説明をいたします。ルクレ三軒茶屋の初期費用の説明をいたします。お得情報はこちらです。つまりですね、一匹契約開始日の見積書になりますが、1ヶ月フリーレント1ヶ月分無料、一部値引きということで、合計当社の値引き額13万4000円、初期費用は500円で、さらに Amazon ギフト3万円分プレゼントでご紹介いたします。はい、それでは動画後半ですね。まず設備からご紹介していきます。外観タイル張り、カラーテレビモニター付きオートロック、先ほどご覧いただきましたね、メールボックス、宅配ボックス、防犯カメラ、敷地内ゴミ置き場、ディンプルキーのダブルロック、人感センサー、玄関照明、フローリング、エアコン、バストイレ別、温水洗浄便座、浴室換気乾燥機、独立洗面化粧台。はい、駐輪場あり、初回登録料3300円税込みということで、最新の空き状況はお問い合わせくださいませ。はい、先ほど申し上げたように三軒茶屋駅まで徒歩3分、そして西大師堂駅までは徒歩4分、キャロットタワーまで歩いて2分、まあ、Google マップで見ましたけれども 200m の位置にあります。周辺環境としては、東急ストア三軒茶屋東急がですね、朝の8時から夜の0時まで営業、またローソン三軒茶屋店もありましたので、買い忘れはこちらが便利かなと思います。はい、
玄関の方に向かってシューズボックスを見ていきましょう。4足ずつは入りそうので、12足は入りそうですね。裏にもありました。16、はい、たくさん入りそうですね。世田谷区三軒茶屋の住所、これだけで住みたいという方もいらっしゃるかと思います。初期費用500円、フリーレント1ヶ月付き、さらに制約された方には Amazon ギフト3万円分プレゼントという物件でした。次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。